はい、じゃあいきますね。FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだらいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、では、本日メンヘラジオ第47回の、放送となっております。うん、47回もやったん。はい、第47回ですね。はい、もうすぐあと3回でもう50ですよ。誰が50回やん。あ、50、あ、ごめん、年齢残っちゃう。ごめんごめんごめん、何言ってんの、今の会話の流れで分かるでしょ。ごめんごめんごめん、普通にちょっと何言ってんのって感じだったね。まあ、ごめんごめんごめん。はい、今日はね、前回に引き続き、はい、はい、サッチの気まぐれラジオより、はい、パーソナリティのサッチさん、ゲストに来ていただいております。サッチさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ツイキャス来ておりますよ。はい、来ましたか。うん、沖縄大好きさん、はい、下、こんばんは。あ、こんばんは。は、いかん、メールするの忘れてた。あ、大丈夫ですよ。あと3回で50回。うん、なんだって、サッチーさん来たーって。そう、サッチーさん来てますよ。来てくれました。はい、先週に引き続きってところ大事だからね。先週に引き、そう、先週に引き続きなんですよ、実は。そうそうそう。沖縄大好きさん、ありがとう。どんどん、参加してください。はい。沖縄大好きさんのところは台風どんなだったのかな。どうだったんだろうね。ああ、教えて教えて。ね、教えて教えて。あと先週あれ、東条のぞみちゃんの純愛レンズ流したよ。ああ、そっかそっか。リクエスト曲があったやつね。そうそうそう、リクエスト曲があったやつ流した流した。あ、沖縄大好きさん。今日流れるよ、本放送で。今日流れるって聞いてくださいね。沖縄大好きさん、うん。実は台風の日にサッチーさんと陸海空さんを見かけたという。うんうんうん、そうそうそう、見たっていうか、かい私は気づかなかったというね。さっきなんかラジオの収録で話されてましたね。そう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 、さんの、はい、気まぐれラジオの方でも。おお、なるほど。はい、今日は沖縄狭いな。さちさんのね、ちょっとパーソナルな部分をちょっと聞いていきたいと思いますので。そうです。はい、30分短い時間ですが、最後までよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たち今日はメンヘラ3人がテーマにして、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、では本日はね、テーマを設けては特になくて、うん、先週もお話ししましたように、うん、ゲストのサッチーさんの、うん、ちょっとお話をね、僕らがね初対面っていうこともあって、うん、ツイキャストでね、うん、サッチーさんが僕らのラジオを聞きに来てくれて、ツイキャストで参加してくれたことあったんですけども、うん、直接ね今回、こうして会うのはね初めてだっていうことで、うん、まあ実際ねツイキャストしてる時に、3人がね同い年同級生だっていうことを知ったっていうところでね、うん、ちょっと親近感はもうすでに湧いてるんだけど、そう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 、謎の力あるよね、同級生ってね。なんかね、あるあるある、はい、だから
サッチーさんはね、まあ、ほとんどね同じ年代、まあ、全く同じ年代を生きてきてるわけだから、うん、どういうね、生活を経て、まあ、サッチーさんもさっき、ね、うん、先週聞いたようになんかちょっとメンヘラな部分があるということなので、うんうんうん、その辺のねメンヘラ的なところもちょっと伺っていきたいと思うんですけれども、うん、その前にじゃあちょっと追加するんでいい？どうぞ。さっき沖縄大好きさんに、うん、台風どうだったって聞いたからさ、あ、はい、僕のところですか、台風が来た火曜日の夕方と木曜日の朝まで停電してました、うん、炊飯器も使えず冷蔵庫の中も腐っちゃいましてって、あ、いやうわ怖いな、やっぱ停電はな停電怖え、サッチーさんのところも停電したっていうしね、そう停電怖え、柳丸でしたっけ、柳丸です、あ、そっか、怖え、腐るってよ冷蔵庫の中、腐るよそりゃ、だってね保存したものがもうそのまま室内温度のままになってしまうんだから、うん、あ、でもいい方法が1個あって、うん、なんでなんで、冷凍庫があるじゃないですか、うん、冷凍庫に氷、はいはいはい、氷とか保冷剤系を入れといて、はい、そこに何だろう、なんだ、冷蔵庫に入れてるもの、冷蔵庫に入れるものを移しといたら、うんうん、なんとか持つ、あ、そうなんだ、あれかな、冷凍庫がやっぱりもともとね冷気を逃さないように要は氷とかも作る場所だからさ、そうだね、ある程度密閉された空間になってるとか、そういうそれ専用のなんか空間になってるのかな、うん、涼しいままでいてくれるみたいな、そう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 、魔法瓶じゃないけどさ、魔法瓶って古くない言い方俺たち年代しか伝わらなくない、もしかしていや、わかるだろう、象印とかそうそうそう、象印もなんか古くない、今もある象印あるね、あるよ、あるよ、あるよ、象印、あ、ごめんなさい、象印さんそんなね、まあ、うん、同年代の3人なんですけれども、なんかさっき聞いたらメンヘラなところがあるみたいな話してたじゃないですか、はいはいはい、僕だったら、ギャンブル依存症とうつ病っていうなんか診断名受けたりとか、うん、夏美さんであったら解離性障害、うん、で他に何かあったっけ、うん、双極性障害とか言われたこともあったんだっけ、うん、適応障害とか、うん、接触、うんうん、ちょっと接触障害の部分とかあるって、うん、そんな感じでなんかクリニックとか病院にかかったっていう経験とかもあるんですか、ありますよ、今もかかってますよ、あ、じゃあ物本だーだそうなんですね、そう、あ、じゃあどういう症状というかそういう病名みたいなのって今言えたりしますか、あ、言えるよ全然、うん、私二十歳の時に、うん、うつ病になって、あ、はいはいはい、でそこから3年して、うん、また他のクリニックにかかったら、うんうん、統合失調症で診断されて、あ、でそこから、うん、不眠症、はいはいはい、重度の不眠症になっちゃって、うんうん、重度っていうとどれぐらい眠れない時期があったとか期間があったとかあるんですか、結構ね、まあ、20代の時ってオールとか、うん、あ、してできるね、できる体力あるじゃないですか、だから2日間とか普通に寝なかったりとか、寝なくても大丈夫だった、大丈夫だった、あ、で今は、うん、まあ、クリニックにもかかってるので、うんうんうん、まあ、入眠剤、あ、はいはいはい、うん、僕らもらってます、うん、眠剤飲んで寝るって感じ、うんうんうん、じゃあまさにお薬飲んで寝ろをしてるわけ、そうそうそうなんだ、今もじゃあ定期的に1ヶ月に1回ぐらいの頻度、前までは2週間に1回の程度だったのが、うん、だんだん良くなってきてて、うん、今は1ヶ月に1回、うん、4週に1回か、うん、4週に1回ぐらいのペース、うん、あ、じゃあ俺と同じぐらいのペースで比較的今はじゃあ安定して、うん、そう安定して、うん、1ヶ月に1回の通院でもある程度大丈夫な状態ではなくて、そう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 、症状としては統合失調症とおっしゃったと思うんですけど、うん、症状としてはどういった症状が見られるんですか、統合失調症、ね、うん、これなんか私結構自分が病気だと思わなかったのがあって、うん、はいはい、で最初統合失調症って言われた時に、うん、どんな病気だろうって調べたら、はい、やっぱり幻聴幻覚、うん、ああ、よく聞くやつが、ね、そう、よく聞くやつもあって、うん、
で私は幻覚はそこまでじゃなかったけど幻聴が、うん、ひどかったんですか。ひどかった、例えばどういった人の声とかが聞こえる。そうそうそう、もう誰も私一人なのに、うん、誰かの声がするみたいな、はいはいはい、後ろから。そういうのは夏美さんだったらあの、うん、はっきり死ねとか聞こえてきたりするっていう言うんですけど、うん、そういったなんかはっきり聞こえるものなんですか。そう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 、うん、なんかさ、うん、なんかさあのテレビがついてないのに、うん、テレビの音がずっとするとか、うん、そういうのもあった。あるあるある。で看護師さんに、入院中だったんだけど、うん、看護師さんに、うん、テレビ消してくださいって言ってから、うん、夜中にね、うんうんうん、ついてないよ夏美さんって言って、いやホールの方ついてるんですよ絶対って言って、うんうん、めっちゃ困らせてた。たまにでもね、お家でもあるよね、なんかテレビついてるって俺に聞いてきたりね、うん、あの俺がなんていうのかな、なんていうの、スマホを寝ながらいじってて、うん、ケンタさんちょっと音ちっちゃくしてって言われて、いや今俺小説読んでるんだけど。怖いでしょ。怖い怖い怖い。何か聞こえてる。まあそうやって笑ってやってるんだけど、あのじゃあ入院経験みたいなのはないんですか。入院はないかな、もうずっとクリニックなので、うん、うん、メンタルクリニック、そうそうそう、うん、心療内科、まあ簡単に言えば、うん、心療内科、ね、うん、いや1ヶ月4週間に1回の通院はちょっと憧れる。憧れる。2週に1回とかさ、あの1週に1回とかに なるからさ、あ、夏美さんはね、さあ時折ね1週間に1回結構ね1週間に1回が多くて、うん、でそっからやっと2週に1回にしようって言って、うん、先生に2週に1回でお願いしますって言って、うん、よしじゃあ頑張って行ってみてねみたいな感じになって、うん、で4週に1回1ヶ月に1回にしてもらった途端、うん、その体調を崩したりするから、次の時行った時にはじゃあ再来週また来てっていう感じで2週に1回に戻ってるから、うん、1ヶ月に1回ちょっと憧れる。そっか、うん、じゃあ俺たち憧れられるってだから憧れの存在。まあでもそうだね。じゃあ今もお薬がないとなかなか、うん、なんていうの、眠りにつきにくいだったり、そう、そうそうそう、あ、そうなんですね。じゃあでも俺もたまにあるんですけど、まあ、夏美さんもね、俺も夏美さんとも、うん、飲み忘れるとかあるじゃないですか。ない今。あの眠剤は本当に飲まないと寝れないので、あ、じゃあすぐ気づける。もうすぐ気づく、うん、気づくというよりもうそろそろ寝なきゃって思ったら、うん、もう手伸びてる。あ、なるほど、じゃあもうちゃんとルーティーン習慣になってるから、夏美さんはね今こそ今でこそちょっと習慣化してきてるけど、うん、僕と住む前は結構飲み忘れとかがひどくて、うん、でも私も結構眠剤以外の薬、あ、はいはいはい、うつのお薬だったり、そうそうそう、うん、はもう結構飲み忘れがすごくって、はいはいはい、それもじゃあ飲み忘れるとやっぱ体調に変化とかやっぱ出ます。は、ね薬が変わってから筋肉注射になってからはもう全然安定してるんだけど、うん、あの飲み薬だとやっぱ朝昼晩とか飲まなきゃいけないから、うん、朝食べないから飲まなくていいやみたいな、あ、はい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 、昼夜飲んだらいいかみたいな感じになってしまうので、うん、だからもう病院の先生と相談して、うんうん、あの統合失調症に効くこの筋肉注射があるから、うん、それに変えようってことになって、うん、今は4週に1回になってるって感じ。あ、じゃあ同じようにあの注射で徐々になんか浸透していくタイプのやつの、そう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 、あれ痛いみたいね。あ、痛いって言うけど、私夏美さんなんか触ったら筋肉痛になるって言ってた。そうそうそう、あの看護師さんによる、看護師さんによる、あ、そう、その刺す時に痛いのはね。あ、そう、この液をさ入れる時にさ、うん、ちょっとここがうわーってなったりする。あ、で打った後しばらくなんか筋肉痛みたいになってて、うん、ここ触ったら痛いから触らないでってなるんですけど、そういうのはない。私はあのもう何だろう、この注射自体は、うん、なんかこの注射打った日はお風呂入っちゃダメなんですよ。あ、そうなんだ。
そう。そんなの言われてる？全く。あ、じゃあ大丈夫なのかな？そっちは。そっちは。大丈夫なんだはず。そうなんだ。そう。じゃあ、その日はじゃあ通院、その4週に1回の通院の時に注射打った日はお風呂入らないで過ごして。まあ、お風呂入らないで過ごしてっていうか、うん、あの病院に行く前にお風呂に入れば。なるほどなるほど。そうそうそう。そっかそっか。頭いいね。頭いいね、うん、こ夏美なんかさ絶対さお風呂入らんでいいよとか言われたらさ、うん、やったーって入らないお風呂あんま好きじゃないから、ね、トラウマの場所でもあるから、ね、そうお風呂あんま好きじゃないからあ、沖縄大好きさんツイキャス来てます、はい、ありがとうございます、うん、沖縄大好きさん、幻聴じゃないけど介護仕事あるあるで言うとナースコール鳴ってないのに鳴ってるように聞こえるっていうちょっとした職業病にある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 。精神面で言うと僕もメンタル弱い方で精神疾患にかかったことはないけれど、それこそ誹謗中傷された時にメンタルやられてマジで恐怖に追われて心が壊れかけたことがありました。それで心を救われたのが前に話したのがラブライブシリーズです。ああ言ってた言ってた、なるほどね、ラブライブに救われたのね、うん、なんか鬱になったきっかけみたいなのってあるんですか、うん、20代の頃に最初鬱病だったんだけど、そうそうそう、たまたまなのか、うん、あの内地に出稼ぎに行ってたんですよ、うんうん、季節期間中で、そうそう季節で、うん、おでその時に、お父さん亡くなったんですけど、うんうん、お父さんがちょうど病気発覚して、うん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 、でなおかつ、うん、この一緒にいた友達が、うん、すんごい気使う友達だったので、でそれも重なってのうつ病、うん、あ身内の不幸と、うん、あの慣れない土地で気使う友達とのいろんな生活というか、そう、そういうのがダブルパンチみたいなのが来て心に、うん、そっかそっか、それでちょっとダウンしていって、そう、それがきっかけだったんですね。そうなんです、うん、しんどいね。俺もあ、じゃあお父さん結構若くして亡くなった、うん、お父さんは私が21の時に亡くなったんで、うん、じゃあまだ40代とか50いくつとかかな、もういかない、遅生まれなので。あ、まあ、何人兄弟なんですか。一人っ子です。あ、そうなんだ。そう、一人っ子で、あ、じゃあ、うん、やっとできた一人娘だっみたいな、うん、あ、だから多分お父さん的には、うんうん、あの成人までは元気でいとこうっていうのはあったんだと思う。あ、そっかそっか、一応では成人まではちゃんと見届けられたけど、そう、あ、うん、そっか、そっか、うん、そっかそっか、いやでもやっぱり身内がなくなったらね、一番近い親がなくなったら、う、ね、うん、しんどいしんどい。健太さんもね、そう、お父さんね、そうね、お父さんが病気、うちはガンだったんですけど、私のお父さんもガンでした。うん、やっぱじゃあめっちゃ痩せていきますもんね。あのうちのお父さんの場合は、うん、なんだろうな、見つかった時点がもう末期だったんで、うん、ああそうなんだ。うちもそうだった。でも 俺の親父は、うん、まあ末期って言われたって言った時はまだ比較的しっかり肉ついてたんだけど、うんうん、その余命宣告要はされたわけなんですけど、はい、それを僕らに告げたか、まあ、家族兄弟にね、うん、母は前々からちょっと聞いてたみたいなんだけど、僕らに告げた後ぐらいからもうみるみるうちに痩せていって、うん、そうなんだ、すぐだったね。私の場合は、うん、お父さんには告げてないんですよ。あ、そうなんだ。余命、あ、家族だけ先に、そう、お母さんとか、お母さんと私とあと親戚とか知ってるんだけど、お父さん自体は知らなかったから、うん、何の治療してるんだろうって思いながら、亡くなっていった、そう、亡くなっていったって感じ。あ、じゃあ、あれかな、やっぱさ、あの自分が何の病気にかかってるかわからないっていう状態だったら、うん、意外と体に出てこないのかな。どうだろう、プラシーボ効果じゃないけどさ、ケンタさんプラセボ効果めっちゃ効くよね。そうそう、めっちゃ効くから、だから俺体温計あんまり測りたくない人なんですよ。ああ微熱でもあったらすぐもうなんか弱ってくる、やっぱ熱あるみたいなさ、なってなっちゃうタイプ人もしかしたらあるのかもしれないね。なんか余命を告げられない、あるいは病名を告げられない方が、う
なんか体に反応が出ないというか、うん、いいのかあれなのか分からないけど、まあ そうね、それはねどっちがいいことなのか分からないけどね。うーん、そっか。じゃあそのうつ病をきっかけにちょっとおかしくなっていって、そうそうそう、で、ある時病院で統合失調症も持ってるあんたみたいな。うん、あ、じゃあサッチーさんに聞きたいことがある。あ、はい、どうぞ。はい、うん、今までで聞いた幻聴の中で一番びっくりしたっていうか怖かった幻聴教えてください。幻聴、幻聴やっぱ死ね。ああ、印象に残ってるね。やっぱしんどいよね、死ねは。そういうのって男性の声で聞こえるのか、女性の声で聞こえるのか、あるいは自分の知り合い、親だったり友達だったりの声で聞こえるのかって全く知らない人なのか、それってどっちなん？私はあれかな、まあ、見知らぬ人っていう、ね、あ、もう知らない人、知らない男女、私の場合誰だったかな、まあ、女の人だった記憶かな。あ、女性、うん、あ、夏美さんはどっちが多い？夏美さんはあの家族の親戚のおばさんの声で聞こえたりとかもあったし、はい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 、それもあるし、うん、男の人の声で聞こえることもあるな。あ、そうなんだ、うん、でも女の人が頭の中でギャーギャー言ってたりとか、うん、そういうのもあったから、うん、でも私はそれはもしかしたら乖離性障害の、あ、別の人格の子たちがね、別の人格の頭の中で言い合いしてる、言い合いをしてた声かもしれないっていう感じ。うん、あ、そっか。うん、幻聴ね、俺はね、幻聴まではないんだけど、でもやっぱりね、なんとなく耳に残る、さっきのさ、うん、沖縄大好きさんも言ってたナースコールがなんか聞こえてる気がするじゃないけどさ、ああいうのはやっぱあるよね、うん、普通に。携帯、携帯、携帯の LINE の音とか、最近だと。あ、LINE が確かになってないはずなのになってるっていうのは、そうそうそう、ちょいちょいある。今日はじゃあそのこの辺でちょっとメンヘラトークを終わりたいと思います。はい、エンディングに入っていきます。はい、ごめんね、エンディングいいちょっと戸惑ってるけど、エンディングです。ラジオエンディングでございます。はい、あ、ま、あ、すいません、なんかツイキャスがね、はい、ちょっとおかしい感じで、沖縄大好きさんごめんなさいね、うん、ツイキャスが切れたり繋がったりするんですよ、なんか電波が悪いんじゃない、電波がちょっと、ね、なんか電波障害、この台風6号のなんていうの、まあ最中もそうだけど、うん、ありましたよね。ありました。ああ、めっちゃ、うんうん、俺だってお家から外に出たら、お家の中では繋がるのになぜか外に出たら繋がらないっていうわけわからん現象が起きてたけど、お家の中からさ、普通になんていうの、うん、携帯電話回線で 4G 回線、いわゆる 4G、5G 回線で電話かけたら、うん、電話繋がるのに、うん、外に出た途端、うん、あなたの電話番号から電話をおかけすることが発信できませんみたいになって、あれ俺急にお金は携帯のお金払わなかったみたいな、懐かしいこの感覚と思ってあったあったとか思いながらさ、だからあるのかもね、もしかしたら、うん、不思議なことだったね。何が起きたの？そうそう、ツイキャスの調子が悪いのかなってきてる。あ、本当、うん、そう、悪いみたいです。あ、じゃあ電波がなんか混線してるのかもね。電波がちょっと悪いのかもしれない。また切れたらすいません。はい、まあでも今日はちょっとゲストをね、急遽、うん、来ていただいて、サッチさん、2週に続けてさせてもらいましたが、はい、ちょっと至らない進行だったと思うんですけども、いかがでしたか、メンヘラジオ。楽しかったです。あ、本当ですか。そう言ってもらったら、あの、も優しいね、ありがとうございます。実はあれだったんですよ、なんかこういうメンヘラ持ってるよっていうのをなかなかラジオで言えなくて、はいはいはい、どっかで言いたいけどなっていうのは模索さしてたんですよ。あ、葛藤みたいなのがちょっとなんか葛藤があって、だからちょうどタイミングが良かったかな的なね。あ、はいはいはい、はい、うん、あ、そう言ってもらえるとありがたいね、うんうん、そうだね、うん、なんか溜め込んでるものがある。俺は、まあ、隠すのもね、もちろん自分の病気のこと隠すのももちろんその人の生き方だけど、そうだね、そうだね、それは、うん、そう。でも、なんていうのかな、こういった心の病気というかさ、が隠さなくても、うん、ね、いいような
なんていうのかな、空間、うんうん、社会というかさ、うん、そういう風にねみんながなってほしいなって。ちょっとこのタブー言っちゃダメみたいな、そう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 、言ったら迷惑かけちゃうみたいなさ、みたいな、ね、うんうん、タブーがないような、やっぱあるじゃないですか、世界になってほしいけど、そうそう、なんかなんていうかな、逆に突っ込んでもらうみたいなね、うん、あ俺病院かって通院してる病院のデイケアに通ってて、うん、はいはいはい、一時退院した後にしばらくデイケアに通ってて、そこにデイケアで僕にねちょっとなんていうのかな慕ってくれる女の子がいたんですよ、うん、いろいろ声かけてきて、デイケアにいる間はちょっとおしゃべりしたりする子がいて、うんうん、健太くん健太くん健太くんって病院この病院来てどんぐらいになるって言われたから、うん、俺何年に入院したから、大体2年ぐらいかなって言って、うん、でまあ俺としてもまあ聞いた方がいいかなと思って、うん、なんかキャッチボールとして、うん、何々ちゃんはどのぐらいいるのって言った、うーん7年ぐらいかなって言ったから、いい加減治れって言ってしまったそしたらちょっと悪いこと言ったかなと思ったけど、笑ってくれてすごく良かったっていう話でした。だからなんかいろいろ打ち明けながらも仲良くやっていけたらなって、うん、そうだね、はい、本日のメンヘラショーまだだね、ここいらでお開きだ、ここいらでお開きだ、はい、はい、じゃあお薬飲んで寝ろはい、ありがとうございました、ありがとうございました、はあ